抜くなよ。祈る空に声が来る。休憩所って感じかな。ソファーも用意してあるから。わあ、気になる。もちろん、さあやちゃんも一緒。ありがとうございます。ハッピーハロウィン、みんな楽しみましょう。ああ、儚いハロウィンにしようじゃないか。賛成。はぐみ、鬼ごっこしたい。鬼って、ちょっと和の要素強すぎない？
から和の要素強いですって。仕事仕事よろしく。今日通った道ね、イチョウが綺麗だったんだ。それってどのあたり？ね、今から一緒に見に行く？いいの？楽しく演奏しましょう。あれ、また生徒会の仕事が長引いちゃってさ。あれ、ショート？今日、一応。そっか。で、何が？別に。ハロウィンってさ、仮装とかするじゃん。憧れちゃうな、ああいうの。あれってさ、一回やってみたいと思わない？そんな思わないかな。そういえばさ、ハロウィンってパレードとかあるよね。ああいうのって参加したらどういう気持ちなんだろうね。楽しいのかな、どうなのか。あのさ、チラチラっつうか私は絶対行かねえぞ。え、まだ何も言ってないじゃん。でもどうせ行きたいって言うんだろ。言うけど。言うじゃん。けどまだ行ってないじゃん。行ってないのに断るなんて変じゃん。つうかうちらは来月ライブもあるし、それどころじゃねえだろ。それはそうなんだけど、これを逃したら次のチャンスは来年だよ。来年。ほら、帰る支度しろって。とりあえず今は来月のライブに向けて練習練習。アリさー、ここにジャックオーランタンを置いて、うん、これで完成かな。商店街もだいぶ賑やかになったね。ハロウィンの飾りってなんだか見てるだけで楽しくなっちゃうね。ほんと、私もなんだかテンション上がっちゃった。これを見たらかすみなんて相当喜びそうだよね。かすみちゃんの嬉しそうな顔が浮かんでくるよ。あそこにいるの、かすみとアリサだ。あれ、かすみ全然笑ってない。ほんとだ、どうしたんだろう。かすみ、ねえ、さあや、聞いてよ。アリサがね。つうか、なんだよその言い方。私が悪いみてえじゃん。まあまあ、とりあえずここで立ち話もなんだからうちで話さない？だから何度も言うけど、あんなにたくさん人がいるところ苦手なんだってのは、それくらい分かってるだろ。分かってるからなかなか言い出せなかったんだよ。それに来月のライブのための新曲だってまだ出来上がってねえし。それはこれから頑張るから。サーヤもなんか言ってくれよ。ダダっ子みたいになってるんだけど。私はかすみと一緒でちょっと行きたいかな。はぁ？さっきまでハロウィンの飾り付けしてたでしょ。そうしたらなんか気分が盛り上がってきちゃって。だよねだよね、さすがサーヤ。ま、行くな。答えはね、つーかじゃな、な、よ、アリサ、アリ、うるす、あ、事故と、あ、たく。
ブ始まるよ。この後もどんどん行くぞ。アリサちゃん、よろしくね。